リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのリントです。イエーイ、イエーイ。ということで、はい、今回はこちら、デラックスライドウォッチセット、ボリューム2ということで、こちらご紹介していこうかなと思います。はい、こちらも最強フォームのライドウォッチの3点セットですね。ファイズ、ブレード、響きということで、ファイズ、ブラスターフォーム、ブレード、キングフォーム、そして、アームド、響きですね。外箱はこんな感じ。上はこんな感じ。アーマータイム。そして、横はライドウォッチ。で、裏は、こっちは3人ですね。ブラスター、キング、アームド。そして、こちら、裏面は、かっこよ。キングフォーム、かっこよ。響き、そして、ファイズ。こんな感じ。かっこよ。下はいつも通りこんな感じですね。はい。では、早速こちらも見ていきましょう。ということで、もう開いてるんだよね。一回音鳴らしてるから。ベルトにはね、まだはめてないので、ベルトの音声を聞くのは初めてのものが多いです。知ってるのもあるけどね。他のレビューアーさんの見ちゃったからっていうね。はい。では早速ファイズから鳴らしていきましょう。ブラスターフォーム、最大出力のクリムゾンボディ限界強化、ファイズ、ブラスターフォーム。かっこいいね。あーでもそっか、最大出力、うん、最大出力のクリムゾンボディ限界強化、ファイズ、ブラスターフォーム。ああ、まあ最大出力のクリムゾンボディ、そっかそっか、クリムゾンボディだもんね。そんな感じだよね、合ってるよね。なんかもうちょっとこう、うわーでもって言っても、そっか、ブラスターは結局クリムゾンボディ、そっか、最大出力、そっか、そんな感じか。他に言うセリフってなかなか難しいか。理解。はい。一人で納得するってね。はい。では、早速、変身音を鳴らしていきましょう。オーウェクニオはかっこよすぎ。これなんだろう、これも挿入歌かなんかかな。ちょっと必殺技も鳴らしましょうか。ブラスタータイムブレイクですね。ちょっともう一回変身を聞きたいな。劇中でこんな音楽あったかな。いや、なくはないけど、こんなに激しかったかなって感じで。かっこいいんだけど、なんか、他の、アキトとかクーガがすごい良かったから、って、ちょっとなっている私がいます。なんか、その、元ネタの音に近い部分を探そうと思ったんだけど、ちょっと記憶にないなって感じがする。はい、ということで、まずファイズ。次、ブレイド。キングフォーム。キングフォーム。アンデッドの力をその身にまとえ、金色の甲冑。ブレイド、キングフォーム。あ、これはすごく納得。これはすごく納得。なんかすごい、キングフォームですっていう。なんかさっきのこのクリムゾンボディよりも納得してる。アンデッドの力をその身にまとえ、金色の甲冑、ブレイド、キングフォーム。納得。変身。
セリフ的にはかっこいいんだけど、なんかちょっとこれに似てる。金色のカチューっていうところがすごいなんか似てる。もう一回行こう。さっき金色って言ったね、黄金色の甲冑だった。うん。が、その黄金色の甲冑の部分が、すごい、すさまじき戦士とちょっと似てた。けど、かっこいいね。あと、エボリューションキング。これがいいね。ちょいちょい言い間違ってるね。黄金色の鎧か。甲冑って言ったよね、私ね、多分ね。一発で覚えられないってね。はい、では、必殺技。ロイヤルかな。あ、ロイヤルストレートまで言うんだ。まあ、その後は共通音声ですね。うん、かっこいい。結構最強フォームの中ではお気に入りかも。じゃあ次、アームド。アームド響き。鍛え上げられた鬼の力、音撃の赤き装甲、アームド響き。おう。おう。響きだ。とても響きだ。響きだ。おお、すごく響きです。変身。おお、かっこいいんだけど、なんか騎士感あるね。変身音の音のこの流れが騎士感あるね。他のなんか最強フォーム系ちょっと似てるような気がする。どれだって感じだけど、なんか似てる感じがする。分かった。キバっぽいんだ。キバのエンペラーがこんな感じだった気がする。ちょっとなんか雰囲気が似てる。音程とリズムの感じがちょっと似てたなってところかな。それがね、騎士感だったんだと思う。うん。でもかっこいい。では必殺技。かっこよすぎんだろ。鬼神覚醒か。思わず笑ってしまった。鬼神覚醒もう一回聞きたい。鬼神覚醒タイムブレイク。鬼神覚醒はかっこいいわ。いやー、最強フォーム系ライドウォッチ、またこう変身音がね、ちょっとこう独特になっててかっこいいですよね。ということで本日ご紹介したのはこちら、ライドウォッチセットボリューム2ということで、ファイズブレイド響きのご紹介でした。ということで以上リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。